参政党は今の政治のあり方を本気で変えていく。そして日本をもう一度活気のあるものに取り戻していく。そして普通の人たちが、一般の方たちが思いだけで集まった政党になっています。今までにはない政党なんです。戦後初めてこういった政党ができたのは初めてなんです。参政党、国民が政治に参加すると、と書いて参政党です。皆さん、名前だけでもいいのでぜひ覚えていってください。大々色が目印の政党です。参政党です。参政党の村井隆弘と申します。現役のプロボクサーです。そしてこの間23日対馬の文化会館でも試合をさせていただきました。プロボクサーとしても政治活動も二足のわらじで全力で頑張らせてもらっています。難しい政策もそうなんですけど、皆さんに勇気や感動、そういったもの、そういった後押しを私はやっていきます。皆さんの背中を押させていただきます。